おはようございます。スプライトライダーです。今日はですね7月の早坂サイクルのですね、今回は栗駒山と猊鼻渓、これから行きたいと思います。いやーすいません、今回ねちょっと告知する時間がなくて、ちょっと告知の方が、動画の方でできませんでした。本当に申し訳ありません。いやー最近ねほんと仕事もね忙しいし言い訳になっちゃうんですけどね、まあ外もね県によってはもう40度を超えるっていうね灼熱地獄だと思うんですけど、まあ、僕働いてる会社なんかもねもう40度を超える灼熱地獄で、仕事をしておりまして、あーもうね家帰ったらほんとシャワー浴びて寝ちゃうっていうようなね今週そんな生活が続いておりました。まあでもとりあえずツーリングだけ参加できてよかったです。いやー周平くんのおバイクかっこよろしいです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ちょっと変えたの分かります。変えた。おーストンプグリップ。うんうん。ちょっと R で変えてます。かっこいいな。はいおはようございます。おはようございます。はい今日で、今回早坂ツーリング、4回目となりまして栗駒方面行くんですが、今年はだいぶお天気に恵まれてまして今日もだいぶ予想外に暑くなりそうなので、熱中症対策とか十分しながら少し休憩多めに入れていきたいと思います。であと今日こちらの方でスタッフ2人、走らせていただくんですが、毎月走らせていただいてますのでバイバーセルとなっております。あと今回初参加になります。大手町の半田と申します。よろしくお願いします。お願いします。扱いでよろしくお願いします。扱いだけ。不慣れな方とか女性とかもなるべく多く参加していただきたいっていうところの目的でも参加の方参加していただいているので一緒に楽しめればいいなと思います。あとはこれだけ今回欠席いるんですが、22名参加いただいてます。ないので、まず何もとも安全運転でよろしくお願いいたします。お願いします。まずは後ろをゆっくり走りますかね。どうぞどうぞ。はいよ。行きますか。行こう。ゴー。すごいね後ろ圧巻だよ。めっちゃ多い。いけるか。おこれが噂のロッチコントロールか。ああそっか ETC ついてない人もいる。入ってください。パトカン。いけるかな。そんじゃいつものお願いします。やばい足がつる。バッチリです。今回もありがとうございました。一関気仙沼これ出口ですね。しかし今日も暑いな。30度だって。こんな日にねバイクは乗るもんじゃないですね本当ね、そう言いたくなっちゃうよね、この暑さはね。うん、しっかりね水分補給して熱中症にだけは本当に気をつけましょう。うん、熱中症で倒れて立ちこけまでしちゃうなんてね、シャレにならんすからね本当に。あれ、この辺曲がんじゃなかったっけ、JBK って。これだよね。ああ、道の駅行くんだっけ、はい、あ、道の駅の厳備系で休憩するっていう話で、俺ちょっと勘違いしてたわ。確かにこれ道の駅って来たことないんだよね。いつも手前で曲がって厳備系行っちゃうから、端っこ端っこ、うん、そっち止めっか。暑い。厳備系道の駅到着です。あっちー。さて、休憩も済んだんでね、これから栗駒山に向かいます。R1000R かっけえな。いいな、いいな、新型いいなこの人のを見ると欲しくなる病ねみんないいな。おー、岩鏡みたいだ。あともうちょい。このレストランって、ああ、ご飯か。一番上まで行かないの。なるほどね。お昼ですね。まあいい時間だね。トゥルトゥ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 。お、ヨボさんの後ろに止める。ヨボさんの後ろに止める。ヨボさんの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 。ではお昼にしましょう。お昼にしましょう。やべえ、めっちゃいい音すんな701めっちゃいい音する、ハスク。さて、お昼ご飯も食べたんでね、頂上に向かいたいと思います。いちごすごかったね。超 100% 練乳欲しかったいちごミルクにして飲みたかったっていうぐらい濃厚でした。あと温泉もありますね。そうそうそう、源泉かけ流しだって、湯冷めしないっていいね。ゆっくりできてね、いやなんかね、あそこでもういいんじゃねえかなって思っちゃったそうすごい快適でした。あー、日陰も暑いなトンネルは暑いんですよ。トンネル暑いなあ。上に着いた。あー、着いた。頂上到着です。いやー岩鏡台だ。はい、山頂です。若干下りになってんのか、これ気のせい。あーってなると、ちょっと一足入れてもいいかな。でもあと一足入れとくかな。よし、到着です。一回ここの岩鏡の前で撮りたいと思うんで、はい、集合写真撮ってこう。